エーテラン・キラン大橋は、フィンランドの中西部にある橋である。フィンランドで現役で使用されている目標のうち、最も長い歴史を持つ。エーテラン・キランとは、フィンランド語で、南の村という意味を持つ言葉である。橋は、北ポフヤンマー県のピョハ沖に位置し、同時地帯を流れるピョハ川に架橋されている。4連の木造の片杖橋であり、 橋の長さは77.5メートルである。福音は6.37メートルであり、島長は18.6プラス19.27プラス19.88プラス18.52メートルである。橋脚部は霧石積みによって作られており、そこから左右に張り出した木製の6本の片杖が橋桁を支持している。床板や片杖には赤松材が用いられている。 木材部分には、普及を防ぐためにキタールが塗布されている。橋脚の上流側は、くさびのような形状をしており、洪水発生時に流れてくる氷塊を砕く役目を果たしている。橋は、経済発展、運輸と環境センターによって管理されている。この橋が架橋される以前は、ピョハ川には、古い木造の橋が架けられており、老朽化が問題になったことから、 1833年に、急遽の掛け替えが決議され、軍人技師のフレドリック・アードルフ・ハルストロームによって、次の春までに、橋の掛け替えを行う必要があるとの旨の意見書が出された。1834年10月、橋脚に石を用いた橋の建設が、皇帝によって決定された。1837年、橋が完成された。1963年までは、 オールとコッコラの間をつなぐ国道8号線の一部を構成していたが、それ以降は地方道路の一部となっている。1982年、フィンランド道路庁によって、博物対象建造物に指定されている。1987年に行われた橋の年輪年代調査によって、橋桁を支持する木材のほとんどが、建造当時のものであることが判明している。 2007年に行われた調査の結果、通行できる車両は3トンまでのものに限定されている。2018年、経済発展、運輸と環境センターによって全面的な改修が開始された。ありがとうございます。